RKB ラジオ企ての公開収録が開催決定。9月13日金曜日16時から福岡グロースネクストイベントスペースで開催。ゲストはブーストキャピタル代表で LINE ヤフー顧問の小沢孝雄さんです。詳細や観覧のお申し込みは RKB ラジオのホームページでお待ちしてます。この時間はズームアップ、毎週水曜日は九州経済です。現在パリではパラリンピックが開催されていますよね。競技する姿に感動している方も多いのではないでしょうか。その障害を持った方々と私たちがどういう社会を作っていくべきなのか、ここに今日はズームアップしていきます。長崎県立大学教授の鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は、その、障害者雇用についてなんですけど、パリパラリンピックでもひたすら感動しまくったのが、重度障害者によるド迫力の車椅子ラグビー金メダルっていうので。そうですね。車椅子を使った競技っていっぱいありますけども、そのラグビーは重度の障害を持った方々なんですよね。そうですよね。もう、深夜っていうか明け方、昨日、4時頃だったと思うんですけど、はい、今鹿児島なんですけど、遠くから拍手する音が聞こえてきたので、ご近所さんも同じように、興奮していたみたいなんですね。ああ、そうだったんですね。みんなやっぱ見てたんだ。といったところで、障害者雇用についてなんですけど、障害者雇用の歴史振り返ると、国は48年前、1976年以降、従業員の一定割合に障害者を雇用するように義務付けているんですね。で、この法定雇用率、雇用者に占める障害者の割合っていうのは当初 1.5% だったんですけど、徐々に引き上げられて、昨年時点だと 2.3% と。で、この法定雇用率を満たせない事業所には不足している障害者1人当たり月5万円の納付金を課すと。罰金ですね。ペナルティーですね。そういう制度になっています。で、実際の障害者雇用率っていうのを見てみると、はい、7年前まではずっと 1% 台だったのが、2018年に 2% 超えて、昨年は 2.33%、過去最高になっています。はい。で、これ20年連続の増加で、しかも法定の雇用率を上回ったのが史上初っていうんです。今まで全然満たしてなかったっていうことです。つまり働く障害者着実に増えているっていうことになるかと思います。一般にはこう構造的な労働力不足で障害者の活躍の場が広がっていますよっていうことになってるんですけど、私が思うにはですね、ここ数年間急激にこう上がってきてるんですけど、はい、コロナ禍でテレワークっていうのがある程度こう浸透したことによって、こう通勤とか移動が困難な障害者の方なんかも企業が雇用しやすくなったっていうことが影響しているんじゃないかと思うんですね。そうなるとデジタルトランスフォーメーションっていうのが企業の稼ぎ方を変えるっていうことですけれども、実は障害者雇用のあり方っていうのも水面下でいろいろ今、変えていってる途中じゃないかなっていう気もします。で、もっともですね、全国平均の雇用率が昨年初めて法定雇用率が上回ったとは言うものの、47都道府県別に見ると、2.3% の法定雇用率を達成したのは39の道府県だけで、1と7県は未達の状況ですね。加えて法定雇用率を達成した企業の割合っていうのは、かろうじて過半数の 50.1%。だからほぼ半数の企業は未達成に終わっているっていうことですね。つまり納付金を納めているっていうことになるんですけれども、じゃあ九州7県どうなのかっていうとですね、これ優秀なんですよ。昨年の障害者雇用率を、単純平均で7件計算してみると、2.7%。全国平均の 2.3% 上回っていて、7件すべてが全国平均を上回っていると。で、全国ベスト10には、3位長崎県、5位佐賀県、7位大分県、9位宮崎県、10位鹿児島県っていうところがベスト10にランクインしてるんですね。
ただその一方ですね、福岡県は、まあ、全国平均は上回ってはいるんですけど、32位とちょっと低迷しています。あら。で、法定雇用率を達成している企業割合っていうのを計算しても、九州7県平均では、6割弱ありますので、全国平均大きく、7県とも上回ってるんですけれども、はい、福岡県の場合は7県で一番低い 52% にとどまっていると。で、福岡県の名誉のために言うとですね、これには理由があります。厚生労働省のこの障害者雇用の統計では、企業の主たる事務所が所在する都道府県において集計されるっていうふうになっているので、ええ、東京本社の福岡支店とか、東京本社九州事務所とか、ええ、これ十分雇用していても統計に反映されないっていうことですね。ああ、なるほど。また福岡県内に本社を置く大企業って結構ありますけれども、ええ、こういった大企業はもう法定雇用率を達成するために障害者を数多く採用していますので、中小企業の雇用率が高まりにくいと。高齢、障害者人材不足状況になっているっていうんですね。ですから、福岡県が遅れているっていうわけではないんですよね。ただ、法定雇用率って今年度から2.5% に引き上げられて、2年後には 2.7% に引き上げられるっていうことがもうすでに決まっていますから、引き続き障害者雇用の数を増やす努力を続けることになりますけど、うん、その一方でやっぱり収入面含めて安心して安定的に働ける環境の整備っていうのが一段と重要になってくるかと思います。うん、福岡県って全国のモデルケースが結構多くてですね、障害者施設と企業が共同して、かなり早い時期からユニークな取り組みを行っています。例えば、17年前に、福祉作業所で、工房丸、丸っていうのは、ひらがなで丸って書きますけれども、はい、障害者が描いた絵を段ボール箱にプリントして販売して、その収益を障害者の工賃に回すっていうビジネスモデルを発案したりですね。あと15年前からは障害者施設が焼酎の原料になるサツマイモを生産して、ええ、で、障害者の方々が収穫したサツマイモを原料に海町の小林酒造本店が福岡県産の米麹と水を使った醸造をしてですね、ええ、で完成したオール福岡県産の自ら立つ自立っていうのを販売して、福岡県のふるさと納税の返礼品にもなってるんですよね。で、この芋焼酎自立のボトルラベルっていうのがありますけど、このデザインは工房丸の障害者アーティストの方々が描いているっていう。ああ、なるほど。うまい具合にこう回ってるんですよね。そうですね、連携されてますね。まあ、今年の経済面での一番重要なキーワードっていうのはもう賃上げだったり、働き方改革の一環としての2024年問題で、ほぼ間違いないと思うんですけれども、この重度障害者の賃上げとか、働き方改革にも目を向けなきゃいけないんじゃないんだろうかっていうのを、パラリンピック見ていると、なんか法律で定められた義務としての障害者雇用じゃなくって、もうそれ超えて、戦力としての、障害者雇用っていうのを競う時代に入っているんじゃないかなっていう気がしましてですね。そうですね。なんか、これはできないんじゃないかなとかっていう、勝手なこう、先入観、固定観念みたいなものをパラリンピックの活躍で取り払ってくれてるじゃないですか。いや、もう本当もう、車椅子の仕組み見ててですね、すごいと思いましたですね。ですよね。もう、頼もしいっていうかですね、そういった人的資本への投資っていうのをもっとやっていく必要があるかと思いました。本当そうですね。鳥丸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ズームアップ、この時間は長崎県立大学教授の鳥丸聡さんでした。 RKB ラジオをお聞きの皆さん、声優の関智一です。毎週土曜朝7時放送の帰りたいサラリーマンに小次郎ほかいろんな役で出演しております。ポッドキャスト YouTube でも配信中、ぜひ聞いてください。